はい、ズキです。春の 5G スマホ祭り第3弾にして、このチャンネル90端末目の実機レビューは、日本未発売スマートフォン Galaxy S20 Ultra 5G です。2月に発売された Galaxy の新フラッグシップモデル S20 シリーズの最上位機種となります。前回3月22日に着弾報告とともに、なぜ日本で発売されないのか解説というか憤り動画をアップさせていただきましたが、翌23日には無事総務省への届け出が受理されております。技的未取得機器を用いた実験等の特例制度って何という方は、ぜひ過去動画や動画説明欄リンクより総務省ホームページをご確認ください。それでは精神的未開封状態からの開封。パッケージは日本で発売されている Galaxy S20 と比較するとこれぐらい違います。ちなみに 5G スマホ第1弾として開封レビュー動画をお届けした Galaxy S20 ですが、動画のコメントで本当にカラーはブルーなのというご質問をいくつかいただいたので、この場を借りて回答すると、はい、しっかりクラウドブルーになっています。 S20 Ultra には色のシール表示はありません。裏面も非常にシンプルです。それでは Galaxy S20 Ultra 5G 開封。はい、来ました。例によって本体は一旦置いといて、内蓋をどかすと USB Type-C の AC アダプターですが、これは日本仕様ではありませんので今回使いません。そして USB Type-C to Type-C ケーブル、おなじみ AKG アーカーゲーのイヤホンです。 Galaxy は上部の箱に、はい、このようにもう一つ箱が仕込まれていて、 SIM ピン、そして TPU の保護ケース、説明書などが同梱されています。同梱物は以上の通りです。それでは実機を見ていきましょう。 Galaxy S20 Ultra の最大の特徴は何といってもこのめちゃくちゃ存在感のあるアウトカメラです。はい、100倍スペースズームと記載があります。このカメラですね。このカメラで100倍ズームを実現しています。Galaxy S20 と比較すると、はい、ちょっと黒くてね、分かりにくいと思いますが、これほどの差があります。はい、こうやると分かるかな。全然大きさ違いますね。ちなみにもう一つの 5G スマホ Aquos R5G と比較するとこんな感じです。 Aquos R5G もなかなか大きいスマートフォンですが、やはりさらに S20 Ultra は大きいですね。カメラもだいぶ違います。ペリペリ剥がしちゃいましょう。ピリピリピリ。 Galaxy S20 Ultra のカラーバリエーションはコスミックブラックとコスミックグレーの2色展開ですが、今回私はブラックをチョイスしました。これまで今見てきた通り、春の 5G スマートフォン祭りとして第1弾 Galaxy S20、 第2弾として Aquos R5G の動画を公開していますので、未視聴の方はぜひ合わせてご視聴ください。それでは S20 Ultra の図記的気になるポイントですが、その1、S20 と S20 Plus との違いはどこなのか。その2、108メガピクセルカメラの威力はどの程度なのか。中でも 8K の使い道について。その3、100倍デジタルズームの実用性。果たして100倍ズームは意味があるのか。その4、リフレッシュレート 120Hz。その5、基本スペック、パフォーマンス。以上5点を中心に確認していきたいと思いますが、今回は特に S20 と S20 Plus との違いを中心にパフォーマンス面を検証していきたいと思います。カメラ性能については S20 無印、そして S20 Ultra と同じ108メガピクセルを搭載している Xiaomi Mi Note 10 Pro などと比較する予定ですので、今しばらくお待ちください。本体サイズは高さ 166.9mm、 幅 76mm、 厚み 8.8mm、 重量は 220g、 ディスプレイはまさにファブレットサイズの 6.9 インチです。 Galaxy S20 同様、ディスプレイ保護フィルムが貼られています。それでは電源オン。言語は日本語を選択。 Wi-Fi に接続するとアップデートが始まりました。
初期設定が完了しました。今一度再起動してみます。ホームから右にスワイプするとサムスンデイリーが開き、ニュースやエンターテインメントにアクセスできると記載があります。はい、操作は超サクサクなんですが、やはりディスプレイが大きい分若干操作のしにくさを感じました。本体右側面が電源ボタンだと思うんですが、長押しすると、はい、多分ビクスビーだと思うんですけどね、ビクスビーが立ち上がります。先ほどやりましたが、電源オフあるいは再起動は通知領域のこの電源ボタンから行います。その上がボリュームボタン、上部がマイク穴と SIM スロット。 SIM スロットを取り出してみます。 SIM スロットは SIM トレイとマイクロ SD カードトレイという構成でした。左側面にはボタン類はありません。下部にはマイク穴、USB Type-C ポート、スピーカーということで、イヤホンジャックはありません。やはりなんといってもこれですね、アウトカメラの存在感が非常にあります。同梱されていた保護ケースをつけてみると、はい、一応ギリギリカメラ面は保護されている感じですね。それでは S20、S20 Plus と比較しつつ S20 Ultra の特徴を改めてチェックしてみます。表の一番左は仙台機 Galaxy S10 Plus です。 5G という新時代の幕開けに合わせ、今年のモデルは Galaxy S11 という名称ではなく Galaxy S20 シリーズとなっています。ディスプレイサイズは 6.2 インチ、 6.7 インチ、 6.9 インチと違いがありますが、解像度は 3200×1400 ドットと共通で Quad HD Plus、またこれも3端末共通でダイナミックアモレット 2x というリフレッシュレート 120Hz に対応しています。チップセットは最新のハイエンド 5G チップセット、スナップドラゴン865オクタコア、もしくはサムソン独自のエキシノス990オクタコア。なお一部ユーザーからはエキシノス版の性能が劣るということで、スナップドラゴンに統一してほしいという要望が上がっているようです。ラムはウルトラのみ 16GB 版がラインナップされており、ストレージについてはプラスとウルトラについては 256GB と 512GB 版が用意されています。なお 5G の商用サービスがスタートしていない国や地域に合わせて LTE モデルも発売されています。 5G モデルに比べるとおおよそ数万円安くなっているようです。ラムはすべて高速規格 LPDDR5 になっています。外部ストレージとして最大 1TB のマイクロ SDXC に対応ということで、私が約14万円で購入したこちらのモデルをチェックしていくと、ストレージは 256GB で、デフォルトで 35.7GB 使用、 220.3GB 利用可能になっています。 Galaxy S20 の初期ストレージ利用量は約 29GB でしたので、こちらのモデルは 6GB ぐらい容量を食っている印象です。RAM は 12GB ということで、こちらのモデルは RAM 12GB、ストレージ 256GB モデルということになります。 Geekbench 5で確認したところ、 CPU は Qualcomm、 最大 2.84GHz となっていますので、 Snapdragon 865ということがわかります。3端末の一番の違いはカメラ性能と言っていいと思います。メインとなるアウトカメラについて、1200万画素超広角のウルトラワイドカメラこそ共通仕様となっていますが、広角カメラ、いわゆる標準カメラはウルトラのみ108MP、1億画素となっていて、センサーサイズも大型化されています。これによりスペースズームがウルトラのみハイブリッド広角ズームが10倍、超解像ズームが100倍まで可能になっているとのことですが、果たして実用性はどの程度あるのか、このあたりは S20 と改めて比較する予定です。望遠カメラについては逆に S20 無印とプラスの方が画素数が多く 64MP で、ウルトラは 48MP の視野角24度です。またプラスとウルトラにはデプスビジョンカメラ TOF カメラが搭載されています。フロントカメラについては3端末ともシングル構成は同じですが、ウルトラのみ画素数が 40MP にスペックアップされています。
カメラモードについては大きな差異はありませんが、 HD 解像度でサポートされるスーパースローモーションでは S20 無印およびプラスでは約 960fps でキャプチャーされた約1秒のビデオを約32秒の再生で記録でき、ウルトラでは 480fps でキャプチャーされた約1秒のビデオを約32秒の再生で 960fps にデジタル拡張できると注意書きがあります。カメラを使った便利な機能については、TOF カメラを搭載するプラスとウルトラのクイック測定では面積測定や 3D 測定が可能となっており、その他 3D スキャナーも利用可能と記載があります。ビデオ機能としては 24fps での 8K ビデオ録画、 60fps での 4KUHD および 1080p フル HD でのビデオ録画等がサポートされています。その他デジタルズームについては S20 無印およびプラスは最大12倍で、ウルトラについては最大20倍が可能とのことです。バッテリー容量については本体サイズに合わせるかのように 500mAh ずつ大型化されています。充電については3端末共通で、クイックチャージ 2.0 の高速充電とともに、ファストワイヤレスチャージング 2.0 によるワイヤレス充電、またワイヤレスパワーシェアにも対応しています。この端末は海外モデルなので SIM を利用したモバイル通信は検証できませんが、 5G 通信のほか LTE 通信、Wi-Fi では 11AX をサポートしています。防塵防水は共通して IP68 等級で、国内発売された S20 無印はお財布携帯にも対応しています。 S20 ウルトラは NFC はサポートしていますが、当然ながらお財布携帯には対応していません。リフレッシュレート 120Hz については Galaxy S20 の開封レビュー動画でやりましたのでご確認いただければと思いますが、今回は Mate 30 Pro のウルトラスローモーションを使ってオンオフの違いを確認します。初期設定では 60Hz に設定されています。これをタップして 120Hz にアップさせることが可能です。画面の解像度は初期設定ではフル HD プラス、設定で WQHD プラスにすることができますが、WQHD プラスに設定するとリフレッシュレート 120Hz は使えないというのは Galaxy S20 無印と同様です。Galaxy S20 無印と Galaxy S20 ウルトラ、通常のビデオカメラを通してみるとこのような差があります。全然大きさが違いますね。文字のサイズ等は変更できますが、デフォルト設定で比較すると Twitter ベースで約6行ぐらい表示領域に差があります。それでは最後に恒例の AnTuTu ベンチマークテストを計測します。なお AnTuTu ベンチマークテストアプリについては撮影日現在 Google Play、Play Store からはインストールできなくなっていますのでご注意ください。 Galaxy S20 前回計測した時には56万5000というスコアでした。基本的なスペックとしては変わりませんのでスコアもほとんど変わらないと思いますが、レンダラ GPU ですね、アドレの650となっています。相違点としてストレージサイズが S20 無印は 113.07GB、 高処置としては 128GB という点です。それではやってみましょう。なお今回の計測では Galaxy S20 については高精細モード、画面の解像度は WQHD プラスですが、リフレッシュレートは 60Hz となります。対して Galaxy S20 ウルトラはパワーモード、最適化モード、リフレッシュレート 120Hz でテストします。それでは Galaxy S20 5G、 Galaxy S20 ウルトラ 5G で計測します。スタート。はい、結果が出ました。詳しく見ていきましょう。 K
結果としては高精細モードでテストした Galaxy S25G がスコアを落とすということになりました。リフレッシュレート 120Hz、 解像度フル HD プラスの最適化モードでテストした Galaxy S20 Ultra 5G は58万まであと一歩というスコアになりました。同じ CPU ですがマルチコアスコアで約2万の差がついています。 GPU についてはほとんど変わりません。メモリーでは約9000の差がつきました。結構意外なのが UX で、どちらも OS は Android 10ながら4万5000近いスコア差となっています。バッテリー温度の上昇は Galaxy S20 の方が抑えられています。バッテリー減少率はどちらも 4% です。ちなみに Aquos R5G では57万7000というスコアでしたので、ほぼ Galaxy S20 Ultra 5G と同じ結果ということになります。ということで Galaxy S20 Ultra の図記的ファーストインプレッションポイントですが15ポイントということにしたいと思います。日本未発売という点であまり高いポイントはつけれないなという点と、このスマートフォンの一つの売りでもある大きさですね。この大きさが第一印象としては少し大きすぎる、重すぎる、取り回しが結構大変だなという感じがしました。しばらく使ってみてそのあたりはどうこなれてくるのか、ポイントは変わるのか、そしてこのスマートフォン最大の売りは何といってもこのアウトカメラの性能だと思いますので、その辺の比較の動画についてはぜひチャンネル登録の上お待ちください。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。